宇宙には始まりはあるが終わりはない。無限。星にもまた始まりがあるが、自らの力をもって滅びゆく。有限。英知を持つ者こそ最も愚かであることは、歴史からも読み取れる。これは、抗える者たちに対する神からの最後通告と言えよう。オーカリン。行くぞ。